技術開発力というものはね、どうして生まれるかという問題ね、はい、まあつまり技術担当のやね、陣営においてね、そういうものを生み出すと、開発力というものを生み出すということも考えられるがね、それもそう深い根底にね、つまりその企業の持つね、つまりその使命感から生まれる要望力やな、こういうものを やりたいというね、その企業が持つ一つの要望やね、その要望力の大きさということにもこれが影響あるわけね。でそういう要望があるとやね、技術開発陣営に対してね、はい、その要望がまいくわけね、はい、だから技術開発のつまりその陣営やね、その陣営で自ら生み出すところの技術開発力というものね、これはまあ非常に大事なもんやけどね、もう一つ大きなものはね、これに対して要望するつまりその力やね、これがさらに大きなものだよね。早く言えばこの国をね、この国をこういう世に経営したいんだと、こういう一つまあ哲学があるわね、うん、でそこからやね出発して、その国のモデルね、技術開発力というものを動かしていくということになるね、うん、そしてその陣営の人たちはその要望に基づいて動いていくと、こういうことになるということですね。だから僕は大きな社会的企業というものはね、企業自体の目的というものをはっきりつかんでね、その目的によって技術は技術の陣営にね、またつまりその販路を求める陣営にね、要求していくというね、基本的な力ね、そういうものが強いか強いないかということがね、世界企業をたらしめるかどうなるかというのもポイントだと思うね。世界的企業というものはね、一つに確保できない、つまりその大きな要素はね、その経営者ですね、最高の経営者のね、やはり経営哲学とも言いますかね、そういうものが常にね動いてないかわけやね、そういうものがね、それがなくしては世界的企業にならんね、またなった企業は潰れるね、早ければ潰れないものでつまり後退するね。で、まあ、前期は50年経ったわけがね、でその50年の間、まあ、僕が一応頂点に立ってね、今言うようなことをまあ発想してたわけやね、そしてまあ仕事してきたわけやね、でそれによってねだいぶ苦肉されてるわね、たくさんの人が、こうについては多少みんな色合いが違うけどもね、一つのカラーができてるわけやね。だからそのカラーというものはね、受け継がれていくからね、それは好ましい形に受け継がれていくかどうかということは、まあ、別問題としてね、一応受け継がれていくものだと考えるからね、で今までにそういうふうにね、世界的な、まあ、事業というてはっきり打ち出してないけどもね、まあそれはだんだんこう世界的にこうなこう広がっていったわけね、好ましい形においてね。だからそれはやっぱりそういう受け継いでいくものだという一応考えてるんですね、僕は。皆さんにおかれましては、長年の経験なり、知識なり、そういうものを積み重ねて、今日は立派な一人前の技術者として立っておられる。私はそれを信じて疑いません。しかし、皆さんが自分の力をば、どれを信じているかどうかという。自身なきものは非常に私は乏しいものがあると思うんです。しかし過信の人はまだこれ危ないんであります。正確に自分自身というものを見つめて、自分の今力は 85% に達していると、これを 90% まで持っていこうと、5年の間には 90% に持っていこうと、さすれば必ずこういうこともできるだろうと、自分で自分の目標を作っていただくと、そうしてそれに邁進をしていただく。その邁進の過程には人をも動かすということになりますから、自分が 85% の点数から 90% になる過程には旗に強い響きを与える。何々君はああいうように勉強してるなと、関心だなと、ということが知らず知らずして、隣の75点の点数を持っている人が知らず知らずやはり80点になるということであります。一人出家すればくどく天に通ずるごとく、一人の目覚めは全員の目覚めに通ずるんだと、そういうことであります。それをですね、皆さんが自問自答してはっきり自分を見つめてもらいたい、そういう信念を持ってもらいたい。自分はこの説教を頼まれたと、この設計はいつまでにやると、やれるはずやということが持てるかと思う、持てない。
そういうことですね。そういうことやれば1週間の間に必ずできると。できないことはないと思います。そんなに簡単に実はいきませんよと言うてることがいかんとは言うんです。私は技術者の方々に時々言うと、それは難しいと、こういうこと、難しいからやりがいあるやないかと、それはそんなもんやないと、こういう技術はそんなこう簡単に言わない。そういうものより最近永遠できへんねと、みんなで言ったら簡単にできると思うからこそやれるんだと。難しいと見たら永遠できへんね。月旅行したアメリカの宇宙研究でもそうですよ。やれるだろうと、やろうという決意があれを成功してみたんだ。それはそんなことで月行くちなことはそれは決しかないと。だから次のお月さん怒りやってと、我々今までつまり月に対してからにその団子をあげてから拝んでたやねんかと、そんなとこ行くっていうことは決しかないと、あかんと言うたらできないですよ。しかし誰か知らんけれどもやろうやねんかと、やれるよとということを考えたんですよ。そしてそれに共鳴した人があってついにやり遂げた。ほとんど不可能であると、夢にも思ったことが人間の力によってそれ成り遂げたんだと。人間は王者であるということになるわけであります。高座を立てて変わらないのはなしということです。でこれはその勘ってやったら理屈じゃないわけな、あげば理屈であり理屈でないわけな、勘ってことはね、それはひらめきじゃないでしょうな。でそういうものがその都合何らかの時にひらめいていくと、感じてくるという、そういう、まあ、勘の働きを養うということがね、まあ、望ましいけどね、それはやっぱり多く経験を積んで、その勘が働くようになるということも言えるわな。何らの経験もなくして勘を働く人もね、ものによってあるやろな。発散の流れの、まあ、つまみで、あるものを感じるというのはものを勘やかな、あげればね。まあ、死なんかそこで作る人もあると。これも一つの勘だろうな、やっぱりね。まあ、しかし、まあ、そういうことは別として、我々も商売の上でね、経営の上で勘を働くということはね、一つの、まあ、基本的な態度は、熱心であるということが生まれるよな。その商売に熱心であれば、そこから勘がひらめきやすくなっていくということも言えるよな。不熱心な方においては、勘が働くということは、まず少ないんじゃないかと思うな。Thank you.